Hey guys, how are you doing? Welcome to another lesson on Akidama TV. Today, I'm going to talk about how you can use properly when and while in your speech. ということで今日はですね、when と while の使い方についてお話をさせていただきます。この Akidama TV は英会話講師の私がためになる英語動画を上げております。ぜひチャンネル登録していただいて、他のレッスンもご覧ください。それでは、Let's get started!はい、それでは今日は When と While のお話をさせていただきます。 When、While、文の中に入るとどちらも何々する時というのになりますけども、まあざくっと訳すと When は何々する時、 While は何々する間になります。 When はある特定の一点の時間、短い時間を使う時に使います。で、文法的には単純現在形、単純過去形に使います。 While は長い時間をつなぐときに使います。文法的には進行形、現在進行形ですね、か過去進行形で使われることが多いです。例文を挙げてみましょう。 When I came into your room, you were playing the piano. When I came into your room, you were playing the piano. 私があなたの部屋に入ったときに、これは一瞬の出来事ですね。 You were playing the piano. ピアノを弾いていたになります。これを逆にやってみます。While you were playing the piano, I came into your room. While you were playing the piano, I came into your room. というふうに、playing the piano という長い時間をしているのでつなぐの while になります。次は、when と while の後に動名詞、動詞プラス ing の形を持ってきて、何々している時という表現があります。この時の使い分けも短いか長いかによって変えます。例文を挙げてみましょう。You shouldn't talk when eating. You shouldn't talk when eating. 食べている時は話すべきではない。You can't talk while sleeping. You can't talk while sleeping. 寝ている時は話すことはできない。というふうになりますね。ここで長いか短いを話しての主観的なことが入ってきます。ですので必ず while を使わないといけない、必ず when を使わないといけないということはないんですが、一般的にこの動詞は when が使うのが多い、この動詞は while が多いというふうなのを感覚で覚えていかないといけないですね。次は状態を表す状態動詞を使った時、例えば be とか no とか like とか want、これは進行形を取れない動詞になっております。なぜかというと始めて終わるってことができないからですね。 No, I know you. 私あなたを知っています。これは進行しているわけではないので、明日あなたを知らなくなるってことはないので、 ing にすることはできないです。この時は when を使うのが原則です。 When I was a child. When I was a child. 私が子供だった時、 be 動詞を使ってますので、これはWhen も使います。While I was a child. 通じますけど、かなり変ですね。ということで、今日は短い動画でしたが、When と While について説明させていただきました。勉強になったなと思われる方は、いいねをお願いします。それでは、See you!